さん、昔ドラゴンボールでね、一生懸命ドラゴンボール集めてね、ウーロンっていう豚ちゃんがね、ギャルのパンティーをくれっていうね、<laughs> あのー、名シーンがあるんですけどね <laughs> あ。鳥山明さん、あそこで、あれのオチを作るってのはすごいなぁと思いましたけどね、うん。だから結局その、なんすかね、あそこで願いを叶えてしまうと、 まあ冒険が終わってしまうわけじゃないですか。冒険が終わってしまうというか物語が一つちょっと落ち着いてしまうわけなんで、でも、まあ、パンティーに変えることによってね、冒険は続くっていうね。まあ、つまり、うんあの、物語が続くということは、まあ、収入も続くってことですよね <laughs>、うん。だから終わらせないっていうのも大事ですよね。終わらせないっていう。 終終わわってしまうと終わりですから、ね、うんだからまあ人生で言うならば人生を何すかね諦めないってことですかねまあ俺には無理だっていうねどうせ私には無理だっていうねあの北海道のね植松植松社長だったかなどうせ俺には無理だよみたいなね、まあ、これが一番駄目だよみたいなねいい話があるんですけど。 まあ多くの人は結構諦めちゃってるんじゃないかなと思いますね。うんう。まあ諦めたら本当にまあ終わりですからね。うん。続けるっていうことは大事かなと思いますね。いってらっしゃい。